呉市の今知りたい情報をお届けする番組呉ちゃん。体験リポートするのは野川アナ、そして呉市在住50年の明田さんがディープな情報を発信します。二人がやってきたのは三宅本店。日本酒の潜伏が有名ですね。呉を代表する老舗酒造メーカーです。潜伏さんの方で、はい、支持商品といいますか売り出しているものがあると伺ったんですが、はい、ありがとうございます、はい、こちらのクラフトジン瀬戸内レモンになります。おお、おしゃれ。ありがとうございます。野川さん、はい、ジンだけじゃないんです。ジンだけではない。そう、実はウイスキーがあるんですよ。お、はい、潜伏さんのウイスキーですか。そう、これは先ほどご紹介いただいたジンの次の挑戦としてウイスキーの方に挑戦をさせてもらってます。ちょっとこれはもしかしてビールですか。はい、作っちゃいました。作っちゃいました。安浦の新興のクラフトビールメーカーのアイビーブリューイングさんと、まあ、弊社の酒米を使っていただいた、まあ、ビールを作らせてもらってます。いただきます。まあ、そのってこう色もね美しいですしね。じゃあ、はい、乾杯。乾杯。はい、いかがですか。日本酒とビールのいいとこだけの爽やかな風が流れてきました。これはでも確かに日本酒のお店のクラフトビールだなという感じがしました。いや、本当美味しい限りですね。唯一無二ですね。うん、今回ご紹介した情報は月刊クレーバン9月号に掲載。ぜひチェックしてみてください。